事業団は、かつて、鹿児島県に存在していた、地方開発事業団である。1965年5月22日に、鹿児島県、鹿児島市、谷山市の出資によって設立され、宅地開発事業、交友水面埋め立て事業、公共用地造成事業、流通業務団地造成事業、臨海工業用地埋め立て事業、万能瀬川導水事業を行っていた。 1993年3月31日をもって解散した。1965年5月22日に、鹿児島県、鹿児島市、谷山市の出資により設立された。地方自治法第298条の規定による地方開発事業団であり、特別地方公共団体であった。設立時の事業は、吉野地区一帯、冷水峠周辺の山間部。 鹿児島市と谷山市との境界一帯の開発が予定されており、4200個の宅地を造成することとしていた。1966年までに、鹿児島北部地区において、約6万7000坪の宅地造成、四次郎が浜埋め立て事業、長田町、冷水町、総務田町、玉里町の背後地の宅地造成について、鹿児島市から委託された。住宅団地の造成のほかにも、 鹿児島市などを中心に工業用地の造成、万の瀬川導水などの開発を行った。1993年3月31日をもって解散した。1989年7月1日現在の組織は以下の通りであった。鹿児島開発事業団の歴代の理事長は下記の通りである。歴代理事長は全員鹿児島市長との兼任である。 鹿児島開発事業団は、宅地開発事業、公有水面埋め立て事業、公共用地造成事業、流通業務団地造成事業、臨海工業用地埋め立て事業、万の瀬川導水事業を行っていた。公有水面の埋め立てについては、四次郎が、浜埋め立てについては、城山団地の造成の際に排出された土砂を、祇園の水埋め立てについては、 西原団地の造成の際に排出された土砂を海水で押し流してパイプラインにより運搬したものを埋め立てに際して使用する水運ぶ工法が用いられた。鹿児島大学病院。ありがとうございます。